はい、皆さんこんにちは、サクキャンスでございます。2時をちょいと回りましたね。1月は9日のチューズデーでございまして、火曜日ですね。日がさんさんと出ておりまして、千代田区は8度なんですけど、この日は21度で暖房をかけずに、この暖かさ、はい、いい感じでございますね。夜の時間が一番いいんです、この部屋は。はい、行きましょう。これは昨日の17時53分、産経新聞に出た記事でございますね。天の時を待つ。高市早苗氏、自民党総裁選へ意欲。これは天の時を待つというのはですね、こつまりはね、天の時、人の、じゃあ地の利、人の和ってやったかな、なんかそういう中国のですね、名言があるんですね。天の時、地の利、人の和、やっぱりそうですね。天の時と地の利と人の和があった時にですね、物事を動かせるという話でございます。はい。で、このですね、高市早苗さんは天の時を待つ。高市早苗氏、自民党総裁選へ意欲と。高市早苗、経済安全保障担当相は8日放送の日本放送ラジオ番組で、9月の自民党総裁選出馬に重ねて意欲をにじませた。三国志の武将劉備の言葉を引用し、身を屈して文を守り、天の時を待つという心境だ、と述べた。身を屈して文を守り。なるほどね。劉備玄徳ですね。三国志、前は、劉備ね。はい。志は遂げられなかったですけどね、劉備は。いわゆる中国統一ということですね。はい。まあ、それはいいとしました。私、と述べた上で、私はしっかり学び続け、国家経営構想を練り、コツコツとやっていると語った。なるほどね。共演した自民党元政調会長の亀井静香氏から、このおっさんまだね、生きてるんですね。もう議員ではないんですよ。ただ、よくメディアに出てきますね。このおっさんもね、いわゆるこう自分の考えがある政治家なんですよね。自分の頭でものを考えられる政治家で。もうちょっと頑張ってる方だと思うんですけどね。確か、広島の選挙区長とかかな。警察官僚ですよ。ね、もちろん東大で。高市氏は岸田文雄内閣の閣僚として、一つでも実績を上げられるよう必死で働いているとも説明した。自民派閥の裏金事件を受けた政治資金規正法の改正について、今でも厳しい法律だ。きっちり法律を守ることを徹底しなければいけない、と述べるにとどめたと。番組は12月22日に収録されたと。最近放送されたね。8日に放送されたんですね。はい。はっきり言いましてね、高市早苗さんにはフォローの風が吹いてますね。なぜかと言いますと、この政治資金問題というものはですね、これ派閥で発生してるんですね。主に安倍派の話が取り上げられてますけど、まあこれ二階派でもやってますし、まああれですよ、岸田派でもやってるわけですよ。額が多いか少ないかだけで。で、額の多い人が逮捕されてるという現実があって。なんかね、それもね、いまいち、こう、しっくりきませんよね。額が多ければ逮捕されて、額が少なければ、逮捕されず、起訴もされず、っていうふうになるんですかね。脱税であればね、額が多いほど罪が重いんですよ。当たり前ですけど。でも、政治資金規正法違反っていうのは、それやったかやらないかっていうことでしょ。だから人をね、殺めてですね、その相手が偉ければ罪が深くてですね、その辺の、例えばですね、何でもないですね、人であれば罪が軽いのかっていう話と同じではないですか。人を殺めるっていうことに関してはですね、同じでしょ。政治資金規正法も本来ならその趣旨でですね、やるかやらないかによってですね、定めるべきだと思うんですけど、またこう悪質かどうかっていう、こう、あれもあるわけですね。
判定基準もあってですね、額が多ければ悪質、額が少なければですね、まあしゃあないかなということになるの、なるんでしょうかね。なんともちょっと納得しがたい基準ですけど、まあそれはいいとしまして、この高市早苗さんという政治家はですね、奈良県選出で私の1個か2個上なんですね、63か4です。で、ですね、前回の総裁選、2021年かな、にご出馬になってですね、いいとこまで行ったんですよ。確か2位やったのかな、国会議員票で2位やったかな、なんかそんなんですね。岸田に迫るですね、成績を上げて。ただしですね、自民党の総裁選に出るには20人の推薦が必要なんですね。これ国会議員20人です。で、高市さんこの前勉強会やったらですね、最高13人集まったそうです。で、どうすんのっていう世界ですね。じゃあ2021年なんで総裁選に出られたかというと、今はお亡くなりになった安倍さんが全面的に応援したんですよ。みんな高市に入れろって言うたわけですね。まあそれである程度の票を確保したんですけど、安倍さんがお亡くなりになって強力な後ろ盾を失っているのがこの高市さんなんですよ。で、無派閥です。昔、安倍派にですね、属していたんですけども、例のパーティー権問題でですね、私は人のパーティーのノルマを達成しての嫌やと。嫌や、私関係ないやんって言って飛び出したんですね。で、他の議員さんたちは汗を流して派閥のパーティーを売るわけですね。パーティー権を。それ嫌やって飛び出した、なんちゅう身勝手な女や、バハマということで嫌われてるんですよ。嫌われてるけどもですね、まあそこそこのやり手でしょうかね。ただし人望はないんです。好きかって言いますから。で、このおばはんがですね、やっぱり上昇志向が強いわけですよ。で、総裁になりますよっていうふうなことを表明したというのはこの記事です。多分9月の総裁選には大手になると思います。まあでも第一の関門は20人のですね、推薦人が集まるかどうか。で、その次は当選できるかどうかですね。今、安倍派って解体の危機なんですね。だからですね、今、安倍派から嫌われてるんです、この人。だから、安倍派が力弱まってるんでですね、なんていうの、この人に対する逆風もちょっと弱くなってるという感じはします。あとですね、万々が一この人が総裁になる可能性あるんです。それはですね、この人が総裁だったら1回目の総裁になって1回目の国政選挙は必ず勝てるんです。あんまり時間を置かなければ。なぜならですね、日本初の女性宰相なんですよ。なった途端にわーっとマスコミが集まって、こういろんな記事を書いたり放送したりしてくれるわけですよ。嫌が多いでも支持率は上がります。その下でですね、総選挙なり参議院選挙なりやったらですね、必ず自民党勝つんですよ。で、その勝ちに乗りたいという国会議員が集まる可能性があるし、推薦人に入るやつもいるでしょうしですね、ごますりに行くやつもいるでしょうし、で、必ず内閣を組織しますから大臣になりたいやつもいるわけですね。だからですね、なんと言いますかね、その勝ち馬に乗りたいという議員が出てくればですね、総裁選に勝てるんですよ。ワンチャンありなんですよ。そうなるかどうかわかりませんけどね。今、岸田さんがですね、もう満身創痍でしょう。ご本人は全然自覚してませんけどね。なんでですね、岸田では絶対戦えないわけですよ、現時点では。なんでですね、この、みこしをですね、このおばはんにすげ替えたらですね、次の選挙で俺は勝てる。もしかして当選したら大臣になれるかもしれないというやつがですね、何十人か出てきても不思議はないということですね。だからワンチャンスありです。で、このおばはんね、珍しくですね、自分の頭でものを考えられるんですよ。しかも今ビジョンを作ってますというふうに言うてるわけですよ。まあ毎回ね、靖国神社に参るような保守のおばはんです。だから、中国は警戒するでしょうけども、
総理大臣になったらですね、なんか面白いことをやりそうな気がしなくもないですね。だから私はですね、次はこの番がおもろいんちゃうかと、まあ、思っています。この産経新聞のですね、アドレスを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。